これネットにかかんないように、はい、こう抜いてます。アルストロメリア、はい、よいしょ、おー綺麗ですね。咲いたら取るんですか、それとも咲く前に取るんですか。そうですね、ちょうど消費者に届く時に満開になるように、はい、若干もうつぼみというかちょっと開いたぐらいに、ちょっと開きかけがベストタイミング、ね、うんうん、このぐらい、このぐらい、ちょうどなんつうの、花びらがこう反った感じがちょうど切り物ですね。アルストロメリア、ちょっとあんまり聞かないですよね。そうですね、原産はアンデス山脈。アンデス山脈、うん、アンデス山脈の気候を、はい、この山形の土地に作り出すってこうなかなかすごいことだなって思うんですけど、うん、難しいです。難しいですか。はい、まあ、ハウスの中で、はい、まあ、冬は暖房をして、夏は地面にパイプを通して水流してるんですよ。あ、雪解け水。雪が溶けたで地下水を汲み上げて、で下にこの土の中にパイプがあってですね、はい、そこに水を夏場を流してるんですけど、雪解け水なんでその水温自体がやっぱ低いんですね、うんうんうん、だもんですから水道水よりもさらに効率がよく環境よくできる。やっぱ暑い、暑さに、山の作物なので暑さに弱いんで、なるべくこう冷やしてあげて、うん、成長するようになって、お花が元気に咲いてくれるように管理してるんですけど、うんうん、アンデス山脈ってそもそもどういう気候なんですか。はい、アンデス山脈はですね、ちょうど高原なんで、はい、まあ、15度とか20度ぐらいなんですかね。あ、まあ、結構過ごしやすいんですね。うん、過ごしやすい環境にするとお花も綺麗に咲いてくれるという。夏、ここも暑いですけど、夏はなるべく温度が上がらないように、うんうん、あと冬は温度が下がらないように。すごくここ今、はい、暑くもなく寒くもなく本当にちょうどいい気候だなって思ったんですけど、はい、うん、なるべく近づけるように頑張ってます。普通の花だと種まいて、はい、で1本ボーンと咲いてで収穫したら終わりじゃないですか、うんうん、これってなんか球根というか株になっててですね、地面に全部植えてるんですけど、それが何本もこう出てくるんですよ。これ これが何本もこの下に球根がある。そうですね、おー、でこういうのがどんどん成長してこうなってこうこういうふうになるんですけど、でこうずっと1年間こう出てくるんで、それを収穫して収入を得るという、得れると。実際育ててみて、はい、いかがですか。いや楽しいですね。お、楽しい楽しいですね。何が楽しい。やっぱりこういうピーンと咲いてくれるとやっぱり嬉しいですね、うんうん、すっごくピンとしますもんね、うん、そうですね、やっぱり癒されるっていうんですかね、うん、うん、お花に。いろいろまだまだまだマイナーな花なんですけど、はい、結構いろんな家庭用とか、あとは冠婚葬祭、結婚式とか、うんうん、あと葬式にも使ってもらえる花なんで、何にでも使える花なんですよ。あ、うん、1本で結構花が何本もつくんで、はい、ボリュームもありますし、うんうん、あと一番の特徴が日持ちがいいっていうのがあってですね、お、うん、今だともう2週間から3週間は、冬場だと1ヶ月くらい。1ヶ月ですか。はい、そうなんですか、うん、じゃあずっとこの可愛いお花が楽しめるってことですか。そうですね、あとこのちっちゃいつぼみも咲くんです。へえ。まあ日々はやっぱりね、こういう仕事に追われて大変ですけど、やっぱり綺麗なものを扱ってるんで、うんうん、やっぱりなんていうのかね、
世の中のしがらみじゃないですけど、そういうのもなく世の中のしがらみ伸び伸びやってますけど。このお花、はい、花言葉はあるんですか？花言葉いろいろあってですね、持続とか、持続、エキゾチックとか、エキゾチックあとなんだっけな、ちょっと忘れましたけど、なんかいろいろバラみたいにいっぱいあるみたいですね。へー、はい。